2022年の F1 第7戦モナコグランプリは、レッドブルのセルジオ・ペレスが見事に今シーズン初、自身通算3勝目を挙げ幕を閉じました。優勝したペレスと4位のルクレールのタイム差はわずか 2.9 秒だったことが激戦を物語っています。今シーズンの F1 はシーズンの序盤こそフェラーリが優位に進めていましたが、ここ数戦は完全にレッドブルに押されており、得意と言われたモナコでの惨敗は今後に響いてきそうな気もします。今回は見事に優勝したセルジオ・ペレス、そしてペレスの母国メキシコについてのお話です。レーシングポイントのシートを創出した当時、ペレスがここまで活躍できると思っていた方はどれくらいいるのでしょうか。レッドブルはアルボンの不信を受け、後任ドライバーを検討していた中、タイミングよくいぶし銀の走りを見せるベテランのペレスがフリーになったと言えます。これは一時パワーユニットの供給先がなくなったホンダと同じような状況だったと思います。結果的にペレスを切ったレーシングポイントはその後アストンマーティンになりましたが、決して成功しているとは言えず、ホンダからルノーにスイッチしたマクラーレンの低迷ぶりも有名ですよね。つまり現在のアストンマーティンは F1 で勝ち、タイトル争いもできるようなドライバーを切り、マクラーレンはタイトルを獲得できるパワーユニットを失ったことになるのです。当時のレッドブルはアルボンの後任としてトップチームに昇格できるような育成ドライバーがいなかったことがペレスにとっては有利になりました。レッドブルは異例ともいえる育成外からのベテランドライバーの抜擢により、それまでのような若手ドライバーがマシンに適応するまでの多くの時間、悩みが解決されたといえます。昨年のペレスは1年契約で、今シーズンも同じく単年契約となっており、最悪今シーズン限りでのシート喪失の可能性もあります。しかしペレスがモナコで見せた走りは、チーム側が求めるマックスの近くでのレースではなく、マックスを超えてしまうほど早く、そして優勝したことでマックス以上にチームにポイントをもたらし、宿敵フェラーリにもダメージを与えたのです。ペレスがセカンドドライバーというのは周知の事実で、それは本人も理解していると思いますが、前線のスペイングランプリあたりからペレスはチーム内で頭角を現してきたと言えます。つまり現在のペレスはレッドブルが求めるセカンドドライバーの領域を超えてきたとも言えるのです。おそらくですが、今後ペレスはマックスに噛みつくようなことはせず、同士打ちをすることもないと思われるので、このまま問題なくシーズンを過ごすことができれば、来シーズンはもちろん今後数年間はマックス、ペレス体制でチームのシート問題は安泰かもしれません。これにより一気に雲行きが怪しくなってきたのがアルファタウリのエースピエール・ガスリーです。レッドブルとガスリーには2023年までの契約がありますが、来シーズンもレッドブルに昇格できなかった場合、2023年を待たずしてチームを離脱する可能性が高くなってきたかもしれません。アルファタウリはモナコグランプリでチームの戦略ミスによりガスリーが Q1 落ちを喫し、入賞目前の11番グリッドからスタートした角田裕樹に対しても謎のギャンブルを遂行し、最後は無駄なファステスト狙いをさせ最下位でレースを終わらせています。2年目の角田裕樹ならまだしも、このようなことを何度も経験しているガスリーからすればうんざりといった感じではないでしょうか。トストさんは当然ながらガスリーの引き止めに動いていますが、その前に早急にチーム体制を確立させるべきではないでしょうか。今回のペレスのモナコグランプリ優勝により、母国メキシコのファンは熱狂していると思います。現在、南北のアメリカ大陸を合わせても、カナダ人のストロールとラテフィー、そしてメキシコ人のペレスの3人しか F1 ドライバーはいません。そんな中、メキシコとカナダの間にある米国での F1 人気、開催数が増えていることで、今後はさらにアメリカ大陸のドライバーが必要になると言えます。ペレスの母国メキシコを見てみると、これまで F1 ドライバーは計5人しかいません。
ペレスは今回の優勝で、ペドロ・ロドリゲスの2勝を上回り、名実ともにメキシコ人最速の F1 ドライバーになりましたが、現在32歳のペレスに残された F1 での時間は、そう長くはないと思われるので、彼の後継者となるようなドライバーが求められます。そんな中、マクラーレンのリカルドの低迷が続いており、チームメイトのノリスから完全に遅れを取っており、チーム側がベテランのリカルドに対し、求めているものには程遠い成績になっています。先日、ザク・ブラウンはこう語っています。我々がお互いに契約の義務を負うメカニズムもあれば、そうではないメカニズムもある。我々としては、ダニエルがもっと上のグリッドにいるのを見たいのだ。彼がどう改善していくのか、どうしたいのかを見ていくことになる。我々には契約済みのテストドライバーが二人いる。パトリシオ・オワードは間違いなく、その一人と言える。彼はアブダビでも非常にいい仕事をした。インディーカーのスケジュールは過密なのは知っているが、今シーズンの終わりに彼が、どちらか一台に乗っていてもおかしくない。このパトリシオ・オワードこそが、メキシコ人ドライバーなのです。パトリシオ・オワードは2019年に、レッドブルの育成ドライバーとなり、F2 に2戦、スーパーフォーミュラで計3戦戦いましたが、その後両者の関係は終わりを告げ、その後、2020年からマクラーレンのインディーカーチームである、アロー・マクラーレン SP からフル参戦を開始し、今年で3年目を迎えているのです。パトリシオ・オワードは、これまでインディーで3勝を挙げており、昨年はランキング3位でシーズンを終えています。このパトリシオ・オワードが、ペレスの後継者に最適で、早ければ今シーズンの終盤に、リカルドのシートに座る可能性もありそうです。現在、パトリシオ・オワードは計30ポイントのライセンスポイントを保有していますが、スーパーライセンスの発給条件となる40ポイントには、10ポイント足りないことになります。今シーズンのインディーを4位以上で終えることができれば、この条件をクリアすることになるので、シーズン終盤のマクラーレンでのスポット参戦が認められるかどうかが鍵となりそうです。パトリシオ・オワードはこう語っています。僕がレーサーになりたいと思ったのは F1 がきっかけだ。それは決して忘れることのない僕の一部だ。しかし、25歳とか26歳になってしまったら、そのドアはかなり閉ざされる。だからチャンスが来たら、それを掴むんだ。パトリシオ・オワードは、今月で23歳になりました。若年化が加速する F1 の世界では、決して若いとは言えませんが、米国のトップカテゴリーで3年以上戦ってきた彼の経験は、F2 から昇格したばかりのルーキーとは、比べ物にならないほど、成熟したドライバーと言えるのではないでしょうか。このように、メキシコ人ドライバーのペレスは、今のところ来シーズンのシートも安泰かと思われます。さらに、若手のメキシコ人ドライバーのパトリシオ・オワードにも、F1 ドライバーになれるチャンスが巡ってきたと言えます。今シーズンのメキシコグランプリの盛り上がりは、今から想像できます。そこにパトリシオ・オワードが加わったら、さらに盛り上がるのは間違いないですね。日本のファンからしたら、メキシコのこの状況は羨ましいですよね。いつか日本もこうなってほしいですね。それでは。